アテプソ。もしかして魔法使いなの？はい、本来は異星人だって聞いたことがあるけど、子供の頃からケーキ屋さんがほのかの夢だったもんね。夢を見ること、それ自体が魔法なんです。だから本当はみんな魔法使い、その力をあの触手が奪おうとしてるんです。説明書には魔法使いだけがこの怪獣を制御できると書いてある。私今はもう魔法使いじゃないの。夢を見る力を奪う怪獣、つまり触手はあの地底怪獣からの攻撃だってことか。マッスルマッスルスーパーマッスル。いやー、黒幕はあいつだったのか。この地球に宇宙人が密かに暮らしていることはあまり知られていない。これはそんな星で出会った若者たちの奇跡の物語である。野生の生き物が生息地から飛び出す理由はもう一つ、外来種で居住空間を荒らされて逃げ出す場合。その子は地底世界をあの怪獣に荒らされて逃げてきた。
見慣れない地上に怯えてただけなのね。冷水で傷を癒してる間はそっとしておく。いつまでだよ！こんな悠長なことやってられっかよ。傷が癒えるまで数万年とか言われても困るしな。なんだあんたが。何しに来た。この星では魔法と呼ばれる宇宙の力、それを人間から切り離すためにギマエラを使う、その発想は面白いと思ってね。だろう。残るのは夢見る力を失った無気力な人間だけになる。そうなればこの星を自由にするのは簡単だな。ああ、完璧な計画だった。だがギマエラはこんな状態だし、やっと見つけた魔法使いも力を失ったみたいだし。魔法使い？ほら、宇宙に満ちる魔法を吸い取るギマイラ、そいつを飼いならせるのは魔法を操れる者、つまり魔法使いだけ。そう書いてあるんだろ。よくご存知のようだが、やっと本物の魔法使いも見つけたってのに、ウルトラマンのせいで台無しだ。おい、気に食わねえな。何がおかしい。いや、もっと面白い計画思いついてね。もっと面白い。そして私なら立ちどころにギマイラを復活させられる。おお、さすがだな。あんたギマイラを元に戻せるのか。トレギア。あんたあのトレギアだったのかよ。さて、選ぶのは君だ。私に協力し全て差し出すか、このまま自分一人で進めて結局全てを失うか。じゃあどっちを選んでも俺は何も手にできねえじゃねえかよ。正解だ。元に戻す。笑わせるな。それ以上のパワーをお前に与えてやる。失われてしまいます。そうなったらどうなる。夢を失った世界は必ず滅びます。そりゃ大事だが、本当に魔法なんてもんがあるなら怪獣や宇宙人騒ぎも自身の杭で解決できちまうだろう。それができないからみんな苦労してんじゃないのかよ。反応はできますが、今私よりあの怪獣です。マリアさん、ひろゆき、こんな簡単なこともできないのに魔法使いだなんて、やっぱ信じないですよね。タイガは魔法のこと知ってた？無限の宇宙には無限の神秘があるし、言葉や数値化ができない力もある。それを彼女は魔法と呼んでるってことだろう。
宇宙には魔法が溢れてるってことか。何を見てるの？水の流れていくその先かな。故郷は海の星だった。カナさんにはすぐ見破られちゃったけど、宇宙人なんです私。ごめん、キモいね。海の星、惑星サラサか。ご存知なんですか？生命エネルギーを食い尽くす謎の存在に滅ぼされた星。魔法が使えても消せない悲劇はあるんです。誰のせいでもない悲しみも。いつかまた故郷の海が見たい。叶わない夢ですけど。消えたせいかもな。じゃあ変身できないの？かもな。かもなって、じゃあどうすんの？魔法は消えない。消えたと思う時でも、それはいつだってここにある。そう信じましょう。消されても奪われても常に蘇り、世界に満ちる。それが魔法なんだって。光あれと望めば闇に光が生まれたのと同じか。力は消えない、そう信じれば。それが現実になる。できないことなんかない。そう信じれば全てが可能なはず。計画の途中で勝手にうろちょろしてんじゃねえよ。必死になれば魔法が使えるんだよな。さあ必死になれ。ギマイラと一緒に世界から魔法を奪い尽くせ。奪った魔法がお前のパワーになるんだ。そう説明書に書いてあった。宇宙最強の魔法使いになれるんだ。悪い話じゃないだろうが。ほら見ろ、必死になれば使えるじゃんか。俺の夢も現実にしろ。アガスタン、今だ。ひろゆき、やば。カモン、光の勇者タイガー。魔法は両刃の剣。太郎の息子よ。頼れば頼るほど闇に飲まれ、光の魔法はいつしか黒魔術に姿を変える。
魔法を。彼女を信じる。はあ、信じきってやる。ハンドビーム。プリソテリーシース。故郷の海、最後に見たかった景色。まだ最後なんかじゃない。ひろゆき、行くぞ。ああ、カム。アース、シャイン、輝きの力を手に。もうすぐだ、タイガ。君の夢は悪夢に変わり、私の目的はその時貫通する。
せっかく魔法使いじゃない私になれたのにな。みんなと同じがいいの？だってバカにされたり怖がられたりするのはやっぱり寂しいですもん。それでも僕は信じる。世界には魔法が満ちてるって。まあそれも悪くないよな。じゃあまた遠くない未来で会いましょう。気づいてないかな。そう、光の中キラリ生まれた僕らの眼差しを繋いで、明日へ放つ物語。 Try all I n どこまでも行こう。夕焼け染まる道の途中で内部で争いが勃発。おいおい、どうしちまったんだみんな。まさかトレギアが関係しているのか。急げヒロイキ、このままじゃイージスが危ない。次回ウルトラマンタイガイージス超会議、ようやく俺の番か。待ちわびたぜ。